時前の時点で20行きましたね。これはいい。ずーっと連発するか、ちょっとそんなことはないよね。50、60増えるペースではない。マックスどんのかこれ。ちょっとだけ重たいけどなあ最小記録っちゃこれエギと変わりやせん。これなんかかかったかどうかわからんだもん。ちょっと退屈な時間が多くなってきましたね。もう一回メタルに変えてみますか。月が出てきてからかな、なんか急に当たらなくなったね。あ、当たっとる。おれおれおれ。あれ33か。久々や。33。あれちっちゃいけど、なんかこれではそら向こうには通過からんわこれはあかん。あ、今のも当たりやん。31ぐらいやったけど、ちっちゃい。これ、ほう、シェイク効くんや。再生まあまああれまあまあ なんとか30いけたら御の字やね。怪しいねこれね。あれやっぱり右変えた一発目は乗るな。ね、よし、ピンクピンクおるんやねイカ。その辺にその辺におって、なんかめっちゃ興味があってちょっかい出してくるんやけど、しっかり抱えてこんちだけやね。入ったと思ったんやけどな。うっそー、頭くん、守り湯に変えよ。
カモリグでいくよ。なんかみんな釣れとる。ちっこい。でしょ今の。な、やっぱフラッシュモスト釣れるな。帰って一発目ってのは乗るね。坂潮なんか船が南向いとって下へ入っていくんやでね。そこですね。そこからちょっと3-4メーターは上やと思うけど。そこ。ピンク行ってみます。なあデスフォール乗るな。デスフォールいいかも。デスフォール乗る。ちょっと今日ステイな。言おうと思ったら当たったね。ずっとそこやけどね。もうちょい深いな下の方や。
駅まで下から5メーターぐらいだったけど、もっと深いんちゃうかな今。だいぶ月が上がってきて、ちょっと沈んでったのかな。ああ。あ。ゲソや。火炎でもずっとこのデスソールのピンクで連発してますからね。ピンクがいいのかデスソールがいいのかわからんけど、まあまあ良さそうないい状況ですよ。ピンクがいいんやろな。結構もうピンクで連発しとるし、キングはあの人参で連発しとるし、まあ、明るい系がええよね。だからちょっと白は用ない。鮮めな色のがええね。うわー、しっぽんや。乗っとった。あー、抜けた抜けた。あれでの舐めとるな。終わりかな。何時？もう終わりやね。最後の一投かな。さあ、じゃあ終わりにしますかね。まあまあ、よう釣れたんじゃないですか。今年はね、最初からずっと調子悪かったで。去年からね、30オーバーはまあまあ上出来じゃないかと思います。また来年も頑張りましょうね。じゃあですね、今回も最後までご視聴ありがとうございました。またですね、チャンネル登録と高評価ボタンの方もよろしくお願いいたします。発表します。同率で7位はヒット数1杯のダートマックスとモンローエギでした。続いて3杯で同率5位になったのはフラッシュブーストとエギマルです。こちらも同率で3位は6杯釣れたエメラルダスとメタルスッテの4つ目でした。最後に1番釣れたのはこれまた同率で8杯のデスホールとイージースリムでした。
りです。お疲れ様でした。